ザビン・タンブレアは、ドイツの俳優。ルーマニアのトゥルグ・ムレシュ出身。音楽家の両親のもとに生まれる。ニコライ・チャウシェスク独裁時代に、ルーマニアから、ドイツのノルト・ベスト・ファーレン州、ハーゲンへ移住。4歳でバイオリンを習い始め、その後ピアノ、ビオラ、指揮も習う。バイオリンでは、有限と無実いると、全国青少年音楽コンクールなど、多数の賞を受賞し、 ノルトベストファー練習立青少年オーケストラのメンバーになった。また、96年にハーゲンのハーゲン劇場児童合唱団でプロのソリストとして初めて舞台に立った。少年期からハーゲン私立劇場の劇団ルッツに所属し、2004年にネリー・エ・グッバイの初演に出演。2006年にベルリンのエルンストブッシュ演劇大学へ入学。 4年の在学期間中にベルリーナアンサンブルと契約を結ぶ。現在までにロバート・ウィルソン演出のシェイクスピアのソネット、ルル、ピーター・パンに加え、12位やハイルブロンのケイトヒエン、春の目覚めなどの舞台に立っている。身長190センチ以上、30歳未満、フランス語を話せる乗馬が得意という条件をクリアし370名の候補者から抜擢され、 2012年、ルートビヒにおいて、第四代バイエルン国王、ルートビヒ二世を演じた。この時の演技で、ババリアン映画賞の新人男優賞と、ドイツ新人賞を受賞、ドイツ映画賞の主演男優賞にもノミネートされた。子供の頃は舞台に立つ前に失神してしまうことが多く、症状克服のため、母親が少年合唱団に入れた。 音楽は日常生活の基本であり、自宅では常に音楽を流している。ベッドの周りにはサウンドシステムをセットして、中心、睡眠時も効いている。原動力、モチベーションをなくしてしまうという理由から、夢が実現した時を人生における最も悲しい瞬間だと語る。ルートビヒの主演が決まった時も悲嘆にくれた。ありがとうございます。